宝蔵寺は、福島県田村郡三春町荒町にある浄土教の一宗派、自衆の寺院。鎌倉時代、湯行に祖母川正則商人の門弟がこの地域の庶民大衆の心の拠りどころとしての念仏の信仰を広め、布教の拠点として念仏道場をこの地に設けたのが始まりである。寺市を概略すると、天明五年、町の大化にて寺も累称。 文化五年またもや火災にて全焼し、以後、約二百年間も仮本堂のままであったが、平成に至って再興された。悩み苦しみ大きい主張の私たちが、一切の執着を捨てただひたすら称える念仏、南無阿弥陀仏、その念ずるところいつでもどこでも誰でも救いの道が、生まれ、心安らかな、平安な日々を送ることができる。正法浄土への道。 極楽王城はそこに開かれんとする教えである。平成7年、本堂、栗新築落慶戦後日本の発展と平和な社会、男神との新人と、多大なる、協力と優先無線の多くの起源に恵まれここに7年の歳月をかけ、総計秋の本堂が再建される。境内に咲く百種のレ園の花をはじめ、赤松の古木、紅いしだれ桜、筒子、アジサイ。 猿スベりなど四季を通して花を楽しめる。フリーアナウンサーの徳光和夫が第二次世界大戦中に同時に疎開しており、NHK 総合テレビ、鶴瓶の家族に乾杯において、小福亭鶴瓶と共に訪れ、寺族との触れ合いが放送された。また、各界著名人のコンサートなどのイベントを開催しており、過去には小福亭鶴瓶、徳光和夫、茂山千作、 菅は信也、や、岩光、前橋帝子などが本堂で放納イベントを行った。ありがとうございます。